い、皆様こんにちは。株式会社アライの営業の中北です。本日も、ちょっと日本酒の解説をさせていただきます。前回は玉の光の京都のお酒だったんですけれども、今回は、岩手県から、こちらの方で朝開きという蔵、について紹介させていただこうと思います。朝開きと呼びます。時々朝会と言っている方がいらっしゃいますけれども、開くと呼んでください。岩手県の盛岡の蔵元です。1871年創業ですね。先の二蔵よりは、ずっと新しいとは言ってももうすでに100年以上、歴史がある蔵元になっております。もともとここの創業者の方はですね、武士だったんですね。ところが、江戸時代から明治になってですね、いわゆる武士が廃止されるというような、ことが起こりまして、それで、商人へと、転職したということですね。その方がこの、村井源蔵さんという方なんですけれども、この当時結構その武士の商売って結構失敗するっていうことで、なんかことわざみたいな感じで、武士の商売なんて、言葉もありますけれども、この方は非常に優秀だったんでしょうね。今にも残る、酒造りの蔵を作ったということです。で、この朝開き岩手といえば、切っても切れないのが、こちらの南部杜氏ですね。南部杜氏の里だったというのが、やっぱりこのいい酒造り今でも残ってきたというところに関しては、非常に大きな意味があったと思います。杜氏さんというと、その酒造りいわゆる監督、本当に何でもやる総監督みたいな感じの方なんですけれども、全国でいくつもの杜氏の団体がある中で最も今最大規模を誇っているのは南部杜氏で、そこももともとの里だったということですね。それで3番なんですけど、こちらの現代の名工、藤尾正彦さん、こちらちょっと下に書いてるんですけども、この方がですね、2005年に国から現代の名工というのを取りました。当時酒の業界としては初めての受賞だったんですね。さらに2008年にはこちらの王子褒章というものも受賞しています。非常に酒造りに関しては、天才的な方でして、今でも、酒造りに携わっているそうです。で、この方の作るお酒というのはやはりこう非常に品質が高くてですね、こちら全国新酒鑑評会で平成に入ってからでも金賞を23回も取っているという、非常に、素晴らしい蔵です。また非常にこちらの蔵の特徴としては、伝統的なものだけではなく、革新的にいろんなこうお酒を、試して作って世に出していくということにも積極的で、なところがありますね。それではですね、試飲の時間なんですけれども、今日ご用意しているのはこちらです。純米大辛口水神ですね。いろいろと辛口、大辛口という名前を冠したお酒はあるんですけれども、このお酒はかなりの、辛口というか、そういう辛口等の方が飲んでも、これは間違いないと言っていただけるような品です。ではちょっと試飲したいと思います。すっきりした香りですね。私もこれ何回も飲んだお酒なんですけれども、いつ飲んでも思うのが、本当にこうあまりこう甘みがそんな感じられないというか、でなおかつこう喉元はすごくこうスーッとすっきり消えるっていうんですかね、余韻もすごく短くて、非常に特徴のある本当辛口のお酒です。ちなみに姉妹商品として超水神という商品もあります。そちらの方は純米吟醸ですね。ちょっと今新井商店で扱ってないんですけれども、この動画を見て興味を持った方はですね、ぜひちょっとこの大辛口、純米大辛口水神、飲んでみてほしいなと思います。どうもどうもありがとうございました。